はい、どうも皆さん、こんばんは、ジョルダンです。今日はですね、ちょっとご報告がありまして、動画を回しております。結論から言いますと、マビックミニを川に落としてしまいまして、電源が今つかなくなっている状態です。というのも、ちょっとどっちの動画が先に上がるか分かんないんですけど、昨日その指導員として、インストラクターとして、大学生に、カヤックを教えてたんですけど、そこでですね、せっかくなんで、学生さんにも後でちょっとあげようかなと思って、ドローンを飛ばすとですね、川の上空でいきなり、自動でホバリングしたなと思って、ああ、おかしいなと思って、自分の方に、一旦ちょっと帰らせようと思って操縦をしてたらですね、僕の手前ぐらいでまたホバリングして、で勢いよく 僕の方に突っ込んできて、その先に、木の枝が生い茂ってて、でそこでガサガサっとなって、下にポトンと落ちた先が、まだ水がある、ところでですね、その時はね 本当にスローでドローンが落ちていくのが見えて、あ、落ちたわって思ったらポチャンと。でもこれね、不幸中の幸いか分かんないんですけど、水深がかなりあるところではなくて、本当に水深10センチとか、本当水たまり程度のところに落ちたような感じで、落ちてもずっとプロペラは回り続けて、電源はついたままで、ですぐさまバッテリーを抜いて、で、乾かしてっていうのをやって、でタオルで拭いて、終わってからすぐさまですね、100均に行ってですね、乾燥剤と水取り動作みたいなやつを購入して、あとこのタッパーですね、密封空間が作れるタッパーを購入して、こんな感じでですね、今マビックミニを収納しております。いろいろ僕もですね、ネットで調べてみたんですけど、これで復活したっていう書き込み、ブログが、いくつかあったので、ちょっとまだ希望は捨てれないなと思って、昨日からですね、この状態で、今からちょっと動くかなと思って、バッテリー入れてつけてみようっていうような動画です。で、明日もですね、また岡山の、綺麗に棚田が見えるところがあって、そこに行ってドローンを飛ばす予定で、またバッキーがですね、オープンカーをそこに行くのに借りてくれるっていうことなので、ちょっとですね、ドローンがないとなかなか映えるものも映えないというような状態なので、なんとかね、ちょっと今から電源つけていくんですけど、なんとかついてほしいなというような思いです。じゃあですね、早速、電源つけてみましょう。もう乾燥剤もね、入れるだけ入れてるので。いや、ほんとね、これまでもいろんなところで飛ばしてきたんですけど、なんだかんだね、一時的に電波がロスとしても、ちょっとしたら、送信機が電波を受信して、戻ってこれたりと、なんだかんだね 使えてたんですけど、やっぱりね、ちょっと慣れてきた頃にこういうことって起こるんだなと実感させられてます。はい、じゃあバッテリーね、入れてみますよ。中の水気ももうだいぶ取れてるのかな。ついてくれ。いきます。3、2、1。ついた？ついた！ ついた！ついた！ついた！ やったー！ついた！ やったー！やったー！
よっしゃやったよし着いたやばいやばい、ちょっとドローン本体これついたんで、ちょっとあの送信機の方につなげてみましょう。いやこれすっごい嬉しい、マジで嬉しい。いやーもう本当にもうこれもう一回買うってなったらね5万飛びますからね、相当でかいですよ。この今普段旅行会社で働いてるんですけどね、給料も少ない中で5万って相当きついですからね。いやでもよかったよ、マジでよかった、マジでよ、まあでも分かんないですけどね、まだちょっと油断できないんですけど、いやー頼むで。そうしたらですね、なんとカメラこんな感じで、受信できております。ただ一個不安なのが、見えますかね、あの離陸できませんって出てるんですね。でこれが、まあ、何のことかっていうと、GPS 信号が弱、機体は自動でホバリングできず、離陸が制限されます。適切な明るさのある場所へ移動してください。離陸制限の解除は推奨されていませんというような形でですね、まあGPS がもしかしたらちょっと不具合を、水に浸かったせいで不具合を起こしているのかもしれないんですけど、まあなんとかね飛ばせそうな感じではあります。あ、今ですね、はい、今出たのがこれですね、慎重に離陸してくださいと出ましたね。これ飛ばせそうですね。ということでね、まあ昨日水に浸かってしまったドローン、電源がつかなくなってしまったドローンなんですが、一晩ねこの100均の乾燥剤、あとは湿気取りコンパクト、水取り操作みたいなやつ一緒にドローンをタッパーの中に入れておくと、ドローンが復活しましたよという、あの秘宝ではなく朗報ですね。はい、ということでね、今回動画以上にしていきたいと思うんですが、人には迷惑かけてないですけどね、まあ、もし他の人に迷惑かかるようなことがあれば、やっぱりドローンを使う人がねどんどん肩身狭くなっていくんで、やっぱり、普段見れないような角度から見れるっていうのが、ね、ドローンの魅力だと思いますので、ちょっとね初心に戻ってこれからドローンを飛ばしていきたいと思います。では、またドローンの動画、まあ、今回ね本当はこれからドローンの動画上げなくなりますよっていう動画だったんですけど、よかったです。もっともっとドローンのね映像をどんどん撮って楽しい映像を届けていきますので、これから皆さんどうぞよろしくお願いします。ジョルダンのタグログでした。バイバイ。本当に良かった。ありがとう。